はい、今回はですね、大河ドラマ「どうする家康」第26回「ぶらり富士遊覧」の感想をお話しします。大変なことになりましたね。最後の家康がですね、信長を殺すと発言しました。そして天下を取ると。まあちょっと天下を取るっていうのはね、まだ早い気がしますけどね。その発言はね、まあ衝撃的なねラストでした。本当にね、今回はですね、まあ見ててですね、ちょっと気持ちの悪い回でしたよね。まあ気持ち悪いっていうのも、まあネガティブな意味ではなくてね、まあ宿敵ですね、武田をねやっつけてですね、まあ藤井遊覧のね、和気あいあいとしたね、コミカルなね、こう絵というか画像というかね、とは真逆なね、もうこの感情というかね、の表現ですね、がよく表れてましたね。だね、楽しい場面なら楽しい場面ほど、まあ悲しいとね、いうかね。まあ特にですね、松潤のですね、エビすくいの踊りですね。まあキレッキレでしたね。で、まあコミカルでね、まあ笑顔でね、のダンスでしたけども、ですんでね、余計ね、こう、その笑顔の中にはやっぱ悲しみとかね、憎しみが感じられてですね、まあちょっとね、複雑な気分になりましたよね。で、家康の変貌にですね、まあ家臣団がね、動揺する感じもね、まあ当然よくわかります。で、まあいい万千代だけね、一人だけですね、まあ新しく入ったんでね、まあ事情がよくわかりませんので、まあ空気ね、読めない感じもね、まあなるほどですね。あまりですね、ドラマでですね、この富士遊覧のね、ことをやることはないですよね。私もね、一回ね、富士宮行ったことあるんですよね。その時にですね、信長が座った石があったと思ったんですよね。ですんで、あれ、信長こんなとこまでね、来てたイメージがあんまりないなと思ってたんですけどね。あ、このタイミングだったんだなとね、思いましたね。なんでね、普通のドラマだったらですね、突然ね、家康がね、安土城にね、こう招待されるというかね、案内されるんですけども、まあ今回はね、この富士遊覧の、まあお礼という形でですね、まあ流れがね、非常に自然ですよね。でもね、予告編でですね、まあ家康がですね、安土城に行った時にまあ暗殺する計画が立てられているようなね、ことも出て、ちらっとね、出ておりましたんでね。まあ家康のこの変貌ぶりに、まあ信長も気づいていたんだけれども、まあ気づかないふりをしてたと、ね、いうことでね。まあ心理戦がね、もうゾクゾクしてね、まあ気持ちの悪いというか違和感がね、非常にありますよね。絵とね、違ってですね。絵は非常に楽しそうですけどね。で、今回ね、本当にまあポイントがですね、多くてですね、やっぱ一つはやっぱ秀吉ですよね。だって毛利攻めに行ってんだから、ね、こんなとこにね、出てくるわけないのも、わざわざ出すということは、まあこのシーンがわざわざ入れるということは、まあ本能寺の黒幕ということもね、考えられますし、まあ最後のね、家康が信長を殺すっていうことで、信長黒幕パターンもありますよね。それともね、まあ協力するっていうパターンですかね、二人ね、家康と秀吉でね、そういうパターンも考えられますね。実行犯のね、光秀もですね、なんか雰囲気変わりましたよね。嫌な感じはね、まあ残ったまんまなんですけども、角が取れたというかね。この光秀ならですね、本能寺の変をですね、やらなそうな感じがね、しますよね。まあそれがまた怖いというかね。ですのでですね、まあ家康か秀吉に、まあそそのかされるのか、まあその二人にね、そそのかされるのか。
まあそんな感じなのかなっていう感じもしますけどね。なんで、ただね、淀川の鯉がね、臭いと言われて、まあそれがトリガーとなって、本能寺の変に行くというね、単純なものじゃない感じはね、しますよね、次回はね。で、穴山梅雪がね、仲間になるところもですね、まあ前々回のね、まあ築山に集いでですね、のですね、伏線がありますんでね、これもね、自然なね、流れでね、良かったですね。千代も仲間になってくれるといいんですけどね。そして心強いですよね。まあ、敵にするとね、千代も非常に厄介ですね。ですんで、ここまでずっとね、千代に家康はね、苦しめられてきましたんでね、調略がうまいですんでね。ですんで、千代が仲間になってね、逆に家康の調略とかやってくれたら、ね、手伝いをやってくれたら非常に心強いですよね。あと、まあ、大ネズミとね、千代のね、こうタッグでね、まあ、ペアの戦いを見てみたいですよね。それではですね、次回ですね、第27回、安土城の決闘ですね。西部劇みたいなね、サブタイトルですけどね。まあ、どうなるかですね、ちょっと読めないですね。私はですね、まあ、今回のですね、ぶらり富士遊覧はですね、まあ、あらかじめですね、あらすじをですね、知ってたんですよね。あらすじを読んでたっても、まあ、こんな感じで終わるとはね、思ってませんでした。なんで、あらすじではですね、まあ、ほんわか富士遊覧して終わるみたいにね、書いてありましたんでね。まあ、ですんでね、まあ、あらすじしててもですね、まあ、あっとね、こう、新鮮にね、楽しめましたね。で、本能寺でですね、信長がですね、殺されるのはですね、28回ですんでね、次回じゃないですんでね。ですんで、次回はですね、その本能寺の変のきっかけになると思いますね。まあ、狸親父になったですね、家康がね、非常にね、頼もしいんでね、非常に楽しみですね。それでは、今回の動画は以上になります。